北極星が見えないところでもこのドワーフ3を赤道儀モードで使えることになりますので、こんにちは、スミヤです。今日はドワーフ3の赤道儀モードについてです。実はね、赤道儀モードを使うときにはレンズを北極星の方に向けて撮影しないと赤道儀モードが動かないと思っていたんですが、最近のアップデートの関係か前からそうだったのかよく分かりませんが、北極星の方にレンズを向けなくても適当なところに星があればね、赤道儀モードが設定できることが分かりました。赤道儀モードを使うのがさらに簡単ですね。今適当に空向いてますが、はい、これをねアストロモード、天体モードに切り替えて、それで赤道儀モードっていうのを押すんですね。そうすると赤道儀モードの画面になってですね、確認って出ますので確認しましょう。で、今すぐ実行って押すとですね、何も反応しないね。確認、すでに完了を押すと、はい、計算中です、検証失敗です、星が見えませんって。はい、今昼間ですから星見えないのは当たり前。検証中、はい、星見えません。はい、昼間はやっぱり無理ですねじゃあ終了。はい、夜にやってみました。まずレンズをね、適当な空の位置に移動します。そして赤道儀モードをセットアップします。終わるとね、少し傾いていますが、こういう形で2箇所撮るんですね。はい、アライメントが成功しました。はい、アライメント大成功です。1度以内になってますので、かなり正確に極軸合わせができていると考えられますね。もう一つ大事なことがあってですね、ダークフレームを撮影するときに Cスターだとね、自動で撮影してくれるんですが、ドワーフ3は手動で撮影しなきゃいけないっていう、唯一 Cスターよりちょっとね手間がかかるところです。はい、まあ、こういうふうにしてね、中に入れて、まあ手動って言ってもこれぐらいなんですが、はい、ダークフレームのシャッターをします。はい、今昼間なのでね、ちょっと光が入りそうなのでやめときましょう。 Cスターはね、ダークフィルターが内蔵されているので自動で切り替えてくれるんですが、ドワーフ3にはダークフィルターは内蔵されてないのでね、こういうふうに手動でソーラーフィルターをかぶせて中に収納して光が入らないようにするという一手間がかかるところが、今後アップデートしてほしいところですね。新しいねバージョンでそういうのが出てくるかもしれませんけれども、ダークフィルターがね内蔵されて自動で撮影してくれる機能が入ってくれるといいんじゃないかなと。ダークファイルはね、気温とか撮影時間とかゲインとかね、それからフィルターの種類によって変えていくんですけれども、だいたいね標準のものはねもうすでに内蔵されているんですが、残念ながらその種類はねあんまり多くなくて、3つかな。15秒でゲイン 60、4K モードで26度のものと、それから30秒でゲイン60で 4K で36度のものと、60秒でゲイン60で 4K20 度のものの3種類が入ってますね。追加はできるのでね、あらかじめ取っとく、でそれで近いのを使ってもらうということにすればいいと思います。気温がね8度以上違っているとダークフレームの撮影を始めますかというね、そういう注意書きが出てくれるので、まあ、その時はねなるべく撮った方がいいと思うんですが、撮らないで撮影する方法もあります。電子カンボをやるぐらいならダークフレーム撮影しなくてもね
十分綺麗な画像が得られるのでね、それでいいと思います。もう一つですね、設定で今は FITS ファイルになってるんですが、 TIFF ファイルにした方が多分ね、保存容量が小さくなるんじゃないかなと思います。はい、切り替えられますね。それから撮影枚数の上限も変えられます。1枚からあるんだね。1枚から999枚まで好きな枚数で切り替えることができます。だから999枚までいかなくても、途中でね300枚ぐらいで AI ノイズリダクションを効かせたい場合には、これを設定しておくとね、撮影が一旦そこで終わってくれるのでいいかなと思います。リアルタイム表示っていうのがあって、スタックドっていうのとシングルっていうのがあるので、通常はねスタックにしておいた方がいいと思います。それから望遠ビニングが 4K と 2K があるので解像度が上がるような感じがしますが、多分ね暗い天体なんかを撮るにはね時間がかかったりとか、明るさが足りなかったりとか、トーンカーブで調整はできるのでね、それでもいいと思います。それから AI 最適化っていうのがオンとオフできます。通常はオンでいいと思いますね。画像フォーマットだけはね、後で画像処理をしたい人は FITS にしてもいいんですけれども、保存容量がね多くなるような気がするので TIFF でもいいかなと。通常のね天体観測とか電子感棒で使うだけならば TIFF でいいんじゃないかなというふうな感じですね。はい、まあ、こんな感じでねいろいろ設定ができますので、皆さん使い分けてやってみてください。広角もプリセットの撮影条件がありますね。15秒、ゲイン60、2K、 30秒、ゲイン60、 2K、 60秒、ゲイン10、 2K。 赤道儀モードで撮るとね、非常に長時間30秒とか60秒で撮っても大丈夫です。まあ、昨日はね15秒でスバルプレアデス星団を撮っていたんですが、赤道儀モードのねズレが3度ぐらいあったんですね。で3度ぐらいあってもいいかなと思ってそのままやったんですが、3度ぐらいあるとねやっぱり端っこの方がどん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 ノイズだらけになってね、トリミングしないと使えないっていう状態になっていたので、なるべくね1度以内になるようにね赤道儀モードの設定を何回かやった方がいいかもしれませんね。まあ、ただこのレンズは別にね北極星の方に向けなくても、真上向けて撮影しても赤道儀モードの設定ができるようですので、あまり神経質にね北極星がどこにあるかっていうのを意識してやらなくてもいいかなと思いました。真上を向けるためにねここにシール貼っていたんですが、そのシールもいらなくなりましたね。はい、上向けて撮影して赤道儀モードでどれぐらいずれてるかっていうのをねちゃんとね、ドワーフ3が内蔵の星の地図に照らし合わせながら極軸がずれてるかっていうのが分かるようになってますね。だから北極星が見えないところでもこのドワーフ3を赤道儀モードで使えることになりますので、ぜひ皆さん真上があるいは南の方の空がよく見えるベランダあるいは窓からでもね極軸合わせができちゃうというのがね すごいメリットですね。これでね広い空が開けてるところじゃなくてもね、非常に狭い範囲しか撮影できない狭いベランダでもね、実はドワーフ3で赤道儀モードを使って撮影できるっていう、そういうね優れた機能ですので、ぜひこれをね皆さん使ってみてください。赤道儀モードで使うときにはね、ドワーフ3専用のね赤道儀モードで使いやすいミニ三脚使うのがいいんですけれども、ミニ三脚はねもうあの常設で北極星の方を向いてるような状態にして使っていくのがいいかなと思って、いちいちねこれを水平にしたりとかするのもうめんどくさいので、一回このミニ三脚で赤道儀モードの設置が終わったらね常設しておいて、水平にね朝焼けとか夕焼けを撮りたい場合には
こちらの三脚に乗せ替えると、ネジを回してね、はい、外れますので、これをこちらのね、アルカスイス互換ですので三脚に乗せて、でこれで水平で撮ると。朝焼けの場合には東を向けて朝焼けのタイムラプス撮ったり、夕焼けを撮る時には西の方を向けてね、やるといいかなと。星空ライブの最初は夕焼けから始まるので、こういうふうにここで夕焼けを撮影して、それで夕焼けがもう終わってしまって、シースターとかでね、ツーチンシャンアトラス彗星が入るとか、スバルが入るとかいうことになれば、ドワーフ3のいわゆる広角モードによるね、撮影は終わってね、これを撮ってですね、こちらの赤道儀モードの方に付け替えて、それでアンドロメダ銀河とかね、スバルとかオリオン大星雲とか、そういうのをね、撮るっていう形を撮っているところです。ドワーフ3はね、赤道儀モードが使えるので、三脚を2台用意して、水平で撮るときと赤道儀モードで撮るときとに分けるといいんじゃないかなと思います。あ、それからあのちょっとね、高さを出すときにはこれ伸びるんですね、はい、まあ、こういうふうにして伸びるので、これで高さを調整しながら使えるということですね。今日もね、星空ライブやりますので、ぜひお越しください。昨日はね、土星と木星が非常によく見えてましたね。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。えい、えい、えいと。